プトゥーパンプスさんからです。年を取ると老け込んでしまう男性と違い、女性はいくつになっても女性で女の子の気持ちを持ち続けています。ヨーロッパで暮らしていた頃、あちらでは肌を露出できることが女性のプライドみたいで、日本のおばちゃんとは少し違います。日本では年相応みたいな考え方がありますが、ヨーロッパの女性はファッションも個性の主張が強いのが特徴です。おばあちゃんなんて呼ぶのが失礼なくらいキュートで可愛らしい女性がたくさんいましたと。女性はいくつになっても女性ですよねという、メール嬉しいですね、こういうメールはね。